なんと不思議な巡り合わせか。運命の女神は我が敵を島にお送りになった。もう尋ねることはないだろう。このまま眠りにつきなさい。安らかな心地に身を任せて。そう、逆らうことはない。来い、我がしもべよ、ここへ。やばい、出番だ。マジか、全然覚えてないぞ俺は。ほら、早く。さあ、いつでもいいぞ。早く、行きなさい。エアリエル、私のもとへ。さあ。くそ、大丈夫、きっとやれる。レイチェルのとこに行っていくつかセリフを言うだけだ。マジかよ。今すぐレイチェルにこれを投げつけてやりたい。ほんまだでお前。もう座り込みたい気分。なんかないんかな、カンペとかないんかな。フットライト、目が痛え。出てこんなステージで黒いじゃないかって思われて。ちょっとデーナ見っか、何してんの。そっちの役がいい。うん、せやな、転がってるだけでいいもんな。確かここで何かやるんだよな。マジか、このまま帰ろうぜ。いや、背景これなんかやんや。かっこいい稲妻、エラモンの呪文にありそう。しゃあねえな。これバビってあるよ。ここが私を巻き込んで満足そうな顔してやがる。はい、いいよ。お呼びでしょうか、プロスペラ様。何なりと御用をお申し付けください。心優しく勇敢な精霊よ、命じた通りに起こしたのか、あの嵐を。ぐるまぐるまきの怪しが嵐を。どうすんだよ、俺知らねえぞ。お前、私は王の船に乗りしよう。私は王の船に乗り込み、火の化身となり皆を驚かせてやりました。炎、そして恐ろしいうなりを上げる雷に海神ネプチューンも震え上がり、海は大荒れとなったのです。さすが我が精霊。その騒動ではどれほど肝の据わったものでもきっと取り乱すに違いない。まあ、もちろんです。王子の、ファーディナンドは真っ先に海に飛び込み、こう叫びました。地獄は空っぽだ、地獄は満員、地獄はここだ。生まれにしようか。地獄はここだ、悪魔は皆ここにいる。あ、だって地獄はここだから。まあいいだ、間違ったんや。いいだろう、間違ったんや。だが彼らは知るかや、そんなの。ここで場所を移動するんだったな。どっちにしよう、その場所を移動しようぜ。ここだよ、ここだよ。確かここで何かやるんだよな。これ書いてあるわ、ここだよ、書いてあるわ。登ろう登ろう登ろうぜ。はい、指をさす。髪の毛一本傷つかず、ご命令の通り幾人かずつに分け上陸させました。島の端っこにどうすんだよ。これにしよう。島の端っこに。ジュリエットはまだか。間違ってんじゃん。エアリエル、お前は役目を果たしたようだ。だが終わってはいない。まだている、まだ仕事が。まだ仕事が。交わした約束を思い出していただきたい。どうした、お前は何を望むのだ。自由になること。自由になることを。その通り。その通りかよ。自由になる。
ならん。何があろうと、それは許さん。そんなセリフじゃない。いやまあ、どうしたんだ。でも約束したでしょ。でも自由を約束したではないですか。私はお前を大切に思っているのだ。これまでは隠していたが、私の忠実な味方、そして友、私のために働くことに楽しさや興奮、喜びはないのか。それはもちろんあるに決まっています。先生、あら、アドリブや。全然違う。奇跡が起きる。奇跡で。奇跡では教えておくれ。なぜ自由になりたい。楽しさは儚いでしょうか。楽しさは儚い。それに怖いのです。共に新しい何かを探す。旅に出たらあなたはいずれ私に飽き、そして私は一人になる。お前は私の手の中だ。話すものか。お前を一人飛び立たせはしない。そんな苦しみには耐えられない。どっちだよ。私は逃げる。私と共に来てみしょうか。では私と来ればいい。あなたならできるでしょう。精霊よ、私の手を取れ。親愛なる友よ、私の望みが叶うまであと少しだけ力を貸しておくれ。ここに誓う。すべてが終わったら共にこの島を出よう。世界を巡るのは旅の序章。自由という言葉も忘れるほどの最上の幸せを約束しよう。私の思いに応えてくれるか。答えてあげて。はい、感謝する。ではもう下がってよいぞ。さあ立ち去れ。私はやることがある。どんな立ち去り方。ご苦労様。まあ十分頑張ってくれた。エンディングは実に斬新だったな。まったく。まあとりあえずうまくいったか。感服したよ。それはどうも。何が起きたんだ。これは現実か。不思議な眠気に襲われて。しっかりなさい。さあ奴隷のキャリバンに会うとしよう。あの者は邪悪です。姿を見るのも嫌です。それでも火を起こし薪を運んでくれる。聞こえるか奴隷。キャリバン、奴隷役なんや。俺の母親がカラスの羽で集めた邪悪な毒の雫がお前らに降りかかればいい。そして南西の熱風で体中ただれてしまえ。毒にまみれた奴隷、悪魔を父に持つ者よ。醜いお前を住まわせてやったというのに、お前は我が娘の純潔を汚そうとした。あれは惜しかった。見つかっていなければ島中キャリバンの子でいっぱいにしてやったのに。薪を取ってこい、今すぐに。さあ奴隷よ、行け。こいでる。この音楽は一体どこから。天か。聞きつけんの早すぎやろお前。それとも地の中か。この劇結構過激だな。あの方は精霊かしら。とても凛々しいお姿。きっと精霊ね。いや、我々と同じに食べて眠り五感もあるものだ。そのような屈辱を受けるものか。剣を収めろ侵略者め。私を愛していますか。天よ、地よ、
我が言葉の証人となれ。私はこの世界の何よりあなたを愛し大切に思っている。まるで屋根から滴る雪解け水のように涙がヒゲを伝い落ちています。皆を解き放て、エアリエル。私は呪いを解き、彼らを元に戻してやろう。それで正気に帰るはずだ。これで呪いは全て解けた。私に残るは人としての力のみ。どうか私の呪縛も解いてほしい。あなた方のその温かい手で。兄さんちゃんとやってるやん。ビクトリア出てないけどな。クロエは行かないわ。連れて行くの？楽しかったでしょ？覚えてろよ。何？怒ってる？クソほどな。あ、見てる。セラが。なんなんやろ、こいつ。見に来てんや。クロエが舞台に出た時のキートン先生の顔って。緊張で死ぬかと思った。先生も。死にそうだったよ。おっさんには貸しができた。今日の舞台の命運が全て君のその細い肩にかかっているとしたら、ああ、なんというかね。本番であんな経験したのは初めて。すごかったよ、レイチェル。すごかったのはクロエだよ。舞台後の夜って大好き。いつもこんな感じ？そうだよ、緊張が消えてアドレナリンだけ残る感じで。新人さん、ご感想は？まだ心配事がある。最高だった。とにかくほっとした。まだ心配事がある。最高だった。とにかくほっとしている。まだ心配事があるかな、うん、楽しかった、うん、でもマイキーとドリューやな。まだマイキーとドリューのこととか。そうだな、うん、今夜どこに泊まろうとか心配だ。今日は大変だったよね。でも今は最高だ。まあ劇のおかげかな。認めるよ。でしょ。魔法みたいだった。どんなんやね。サンドスか。ああ一緒にいるようになってから全部魔法みたいだ。街を出よう。本当に。本当にか。街を出て二度と戻りたくないって言ってたじゃん。私も同じ気持ち。ああ私も今日ずっとそのことを考えてた。でもそれは言ってみただけじゃないはず。
本当は行きたいの分かってるでしょ。うん、でもいつかはって感じで。今すぐ出よう。いい、相変わらず急やな。さっき舞台で約束したよね。そんな簡単にどうして。移動手段は親は金は分かってや。高さん、移動手段はかな。分かったよ、降参しよっか。いいよ、乗ってやるよ。分かったよ、姫様。じゃあどこに行く。どこがいい。クロエとレイチェルにふさわしい面白くて魅力的な行き先は。うーん、アテネタミー、ロサンゼルス、ニューヨーク。当てのない旅だ。延々とどこまでもドライブするってのもありだな。それ史上最高のアイディアかもしれない。二人で海岸沿いの道を走る。トラックはネタになるお土産品でいっぱい。毎晩違うビーチを散歩しながら夕日を眺めるの。ある日ガソリンスタンドでブレーキを直してたら上半身裸の男が来てなんだそれ。車に詳しいなんて生かすじゃねえかって言われたら、私が私の連れだって返すの。バカじゃねえのこの時間帯大好き何でもできる気がしてこない。レイチェル、やめろよ。もし本気じゃないんなら、叶わない未来の話をしたって虚しくなるだけだ。何言ってんの。私は大真面目に話してるのに。あははははみたいな感じやな。一体どうしたら信じてくれる。そのブレステとキス、タトゥー、どうなんやろ。まあだけどクレイもレイチェルも後にタトゥー入れるから、タトゥーにすっか。じゃあインクで示すんだ。誓約書とか。いや、クレイが書くんや。星、これは下書き。本気ならタトゥーを入れること。そしたら信じるよ。おお、やっぱな。そうなるか。今夜出ようって言ったらどうする。ま、マジで。なんだこれ。勇気だ。ストレンジ、ライフイズストレンジの時のユキとは違うでしょ。私の知らせだよ。ほら、どうする。行くぜ。そんなもん。服とか取りにうちに行こうか。いいや、廃品置き場に置いてあるでしょ。ついにアルカディアベイを出る。やったぜ。ジブザンバー、レイチェルの家。そんな簡単に出れねえだろ多分。レイチェル服いっぱい持っていたやん。ええ家住んどるやん。ステンドグラスで切り口。クロエは入れないだろう。入るんや。